皆さん、こんにちは。この動画は、アップインでアットホーム、モデル駆動型アプリ編、後編の動画になっております。前回の動画では、モデル駆動型アプリのベースになる部分を作成して、必要となる新たなフィールドをエンジンに追加し、最後は、業務プロセスフローというものを作りました。今回の動画では、前回作ったモデル駆動型アプリの中で表示するビューであったり、フォームであったり、そして、 業務プレスローがどういった形で動作していくかという部分、一連の操作というものを最後に試してみたいと思います。まずはフォームのカスタマイズからやってみたいと思います。まず皆様はですね、いつものおなじみのこのパワーアップスポータル画面にアクセスをしてみてください。ここから作業をしていきたいと思います。そしてあのフォームのカスタマイズというところなんですけども、これどういう意味かといいますと、前回作ったこのモデル駆動型アプリのベースになる部分があるかと思います。でこれ例えば新規ボタンとかっていうのを押しますと、 非常にあの殺風景なフォームが出てくるかと思います。こんな形でデバイスネームしかないとかですね。あとはこちらを押してみてもそうだと思うんですけども、同じようにこういった形になってます。これまず、コモンデサービスのエンティティを作成すると、標準で1個フォームが作られるんです、ね。で、この標準の状態になってます。で、ここに対してどんどんカスタマイズをしていって、アプリケーションとして使えるようにしていきますよというようなステップをやっていきます。それではフォームのカスタマイズをしてみたいと思います。 こちらの画面に戻っていただきまして、このエンティティのデバイスオーダーにアクセスしてください。ここの中のフォームを押してあげます。で、ここが一つポイントになっておりまして、 モデル駆動型アプリは基本的に名前にある通りですね、モデル駆動なんですね。なので、カスタマイズを行っているのは基本的にアプリケーションに対してではなくて、このモデルと呼ばれるエンティティに対してカスタマイズを行っていくような形になっています。なので、このエンティティはこのフォームを持っているよという形で、フォームだったり、ビューだったり、グラフといったものをこの中で作っていくんですね。ここが少しキャンバスアプリとの違いになります。キャンバスアプリはどちらかというと、画面の方にどんどん作り込みをしていくんですけども、 モデルアプリはそうではなくて、こちらのエンティティですね。モデルに対して作り込みをしていきますよという形になっております。では、フォームカスタマイズしてみたいんですけども、今こういくつか見えてるかと思います。フォームもですね、用途に応じて少し種類が異なっております。で先ほどお見せしたような、この画面に出てくるフォームっていうのは、このメインフォームというものになりますので、これをカスタマイズしてみたいと思います。ここの情報をですね、クリックしてみてください。 そうしますと、こういった形であのフォームデザイナーというものが出来上がるかと思います。ここに対してドラッグドロップで基本的にフォームをカスタマイズしていくような形になっております。で、今、エンティティのところからフォームデザイナー開いたんですけども、あの最初にお見せしたこのアプリデザイナーからこのフォームというところで行ってカスタマイズすることも可能です。どちらも同じことをやっております。こちらもですね、実際にやっているのはアプリにカスタマイズというよりは、このエンティティに対してカスタマイズを行っております。どちらからやっていただいても結構です。 ではカスタマイズしていきたいと思います。ではまずですね、このアップルーバーフィールドをこのデバイスネームと所有者の間に置いてみたいと思います。こんな形ですね。その後にこのアップルーバルステータスを一番下に置いてあげたいと思います。こんな形ですね。 でテキスト上は一旦これだけになってるんですけども他のものはいくつか追加して確かめてみたいですという方いましたらあの他に追加してフォームカスタマイズしてみても結構一旦シンプルな形でこんな形でやってみます。で、保存を押してみましょう。で、公開というふうにしてみます。で、そうしますと、こちらの画面に戻っていただいて、更新ボタンを押します。 そうすると先ほど行った変更というのが反映されてるんですねで。少しここでご注目いただきたいのがこのアプルーバーのところです。ここはあの少し前の動画になるんですが、コモンデータサービス編でこちらのデータ型、E メール型にしたと思います。ただのテキスト型じゃなくて E メール型にしたと思います。ここが一つコモンデーサービスのメリットになっておりまして、コモンデータサービスで例えば E メール型とか電話番号型とか、あらかじめ 特定のこうビジネスシナリオに沿った形に設定しておきますと、このモデル駆動型アプリの方では、それに沿った形でフィールドを用意してくれます。ですので、ここに、まあ、テキストは普通にメールアドレスが表示されてるんですけども、その隣にですね、メールボタンを置いてくれるんですね。なので、これを押してみると、自動的にメーラーが立ち上がって、メールを送れますよというような動きをしてくれるんですね。こんな形です。なので、他にも例えば電話番号型にすると、ここに電話番号のボ,ボタンが出てきまして、 ここから電話を起動してとかですね、そういったことができます。URL の形式にすると、ウェブリンクを立ち上げるようなボタンが出てくるとか、そういったような恩恵を受けられるようなイメージになっております。ちょっとシンプルな形ですけども、ぜひ興味ございましたら、いろいろカスタマイズしてフォームやってみてください。では次に行うのがですね、ビューのカスタマイズというものを行っていきます。こちら一度前の画面に戻ってみてください。 次はこのビューですね。ビューを開いていただきまして、カスタマイズを行っていきます。でビューが何かといいますと、この一覧画面になります。こういった形ですね。今はこのデバイスネームと作成日って標準のものだけが表示されてるんですけども、それらに列を追加したりですとか、あらかじめフィルター条件を指定しておいて、一覧で見せるとかってことができます。でビューは複数用意することができますので、さまざま業務要件に応じてですね、例えば、 何か相手ヘルプデスク的なものであれば、対応中の案件ビューだったりですとか、未対応の案件ビューですとか、そう例えば〇〇さん用のビューですとか、という形で用意しておくと、すぐに自分の業務で必要なデータをパッと引っ張り出してみるというような形で、業務を最適化して進めることができるようになっております。では、ビューカスタマイズしてみましょう。 こういった形でエンティティを展開するとあらかじめ様々なビューを用意してくれるんですけども今見えてたこのアクティブなデバイスオーダーといったものをカスタマイズしてみたいと思いますこちらですねアクティブなデバイスオーダーをクリックしてみてくださいはいそうしますと先ほどまで見えてたの標準のものですねこちらに対応するものが出ていると思いますこれをカスタマイズしてみましょうまずはこのアプルーバルステータスこの右側に置いてあげましょう、えっと 置いてあげます。こんな形ですね。で、こういったドラッグアンドロップでも結構ですし、例えばここ、熱を追加しますといったもので選んでいただいても結構です。この中で例えば、エスティメイティッドシップデータとかですね、いつ出荷予定ですといったものを表示してあげたりですとか、あとは他にもですね、プライスとステータスを追加してあげましょう。プライス。 ここはステータスとかですかね。あとはここに表示されてない、例えば内部でシステム的に使われているものとか出したい場合はですね、ここを規定でなくて全てというものにしてあげると、例えば作成者、修正者とか出てきます。で、この状態とかといったものが、このレコードのアクティブ、非アクティブとかも確認できるので、例えば状態を置いてあげると、このデータはアクティブですよという形で出ているかと思います。 で、今回は特にフィルターつけないんですけども、この中でかなり細かくフィルターかけることができます。このデータの中で設定しても結構ですし、あとは例えば、これのリレーションシップを貼ってる関連レコードでフィルターをかけたりとかってこともできます。ではキャンセルしていただきまして、ここの上書き保存をしてみましょう。そして公開を押します。そうしますと、またこちらの画面に戻っていただきまして、更新をしてみます。 すると、先ほどしたカスタマイズが出てきます、ね。まだアップルバルステータスやエステメテッドシップデートは入ってないので出たからなんですけども、こういった形でビューがカスタマイズできることが分かったかなと思います。で、これは元の、例えば非アクティブなデバイスはカスタマイズしてない方ですけども、そちらに変えると、こういったような形で画面が切り替わったのが分かるかと思います。で、アクティブなデバイスをだと、先ほどカスタマイズしたものですね、出てくるかなと思います。はい。一旦カスタマイズはこれで終わりになりまして、 ここから実際に動きを試してみたいと思います。これバツで閉じていただきまして、ちょっと元のポータル画面から作動しましょうか。こちらのアプリに飛んでみましょう。でそうしますと、あの最初に作ったデバイスオーダリングアップとデバイスプロキュラメント2つあるかと思います。これどちらも起動させましょう。1つがデバイスオーダリングアップですね。 こちらも立ち上げて、合わせてこちらのデバイスプロキュアメントも、これ押すだけで再生されますので、準備してみてください。それでは実際にこちらからスタートしてみましょう。まずはこちらから社員がデバイスを比較検討を行いますと。例えば a s u s ですね。これと、例えば、まあ、Surface Pro とかにしましょうか。で、Compare2 ア,アイテムをしてみます でここは前回の動画でやった通りですね、こんな形で自動的に名前が入ってきます。コメントを入れましょうと。えー、中途社員用の、社員用の PC コーンになります。で、サミットデバイスリクエストというふうに押してみたいと思います。これで一通り書き込みは終わったので、こちらの モデル駆動型アプリの方に行ってみたいと思います。これで、えっと、この最新情報に更新をしてみましょう。そうすると、先ほど来たリクエストっていうのが入っていることがわかるかと思います。はい。ここで一つわかるのが、Canvas アプリとモデル駆動型アプリの使い分けになります。Canvas アプリはこういった形でユーザーインターフェースに優れたアプリケーションを作ることができますので、こちらからわかりやすくエンドユーザーは申請を行いましょうと。 いうことができます。で対して、こちらモデル駆動型アプリはこういった形で一覧で確認することができますので、例えばバックオフィスのシナリオですとか、こういったプロセス管理のシナリオに非常に優れているというような仕組みになっております。こういった形ですね。で、例えばこれ、ビューの中で、例えば並び替えだったり、フィルターだったりもそば場でかけることができますので、データの扱いに非常に優れている仕組みになっているかと思います。では、新しくここで追加した ASUS のこいつを開いてみましょう。 はい。そうしますと、先ほどまで入れていた、このカスタマイズの内容というのが出てきます。それに加えてですね、ここですね。これが、あの、前編の動画で作った業務プロセスフローというものになっております。これ動かしてみますと、ちょっと一個でクリックしましょう。そうすると、まず、ここですね。リクエストデートっていうのが入っております。これ、あの、ここから入ってくる新整備ですね。まずはこれを確認しましょうと。で、プライス金額こんなもんです。わかりましたと。で、 今のシナリオではこれアプルバルステータス入れてないんですけども、この次のパワーオートメイト編でこのアプルバルステータスが自動的に入ってくるような形になっております。で、次のステージへ行ってあげます。で、ここもエスティメイトシップデートも本来であればアプルバルが入ると自動計算に入ってくる仕組みですね。なのでちょっとまた次のパワーオートメイト編でこの仕組みをお見せできればと思います。で、最後サプライヤーオーダー ID ですね。これあの赤字でちょんってついてるように 前回の動画で必須アイテムとして追加したと思います。ですので、例えばこれ入れない状態で終了を押そうとすると、こういった形で怒られるんですね。なので、入力の抜け漏れを防ぐっていうことができます。必ずサプライヤーオーダー注文 ID を受け取ってから、次のステージへ行ってくださいね、というようなことができるんですね。ちょっとテストで入れましょうか。0000と入れてあげると、終了が押せるようになるような形です。 で前回の動画で条件分岐を設定したと思います。今回はここですね。この899ドルという形で1000ドル超えてないんで2つしか出てきませんというところなので、ちょっと1000ドル超えのものを申請してみたいと思います。こちらの画面に戻っていただきまして、ちょっと高そうなやつを選んでみてください。例えばこの G75 にしましょうか。で、コンペア3アイテムで、ね、G75 のやつにして、えー、高い ししししててみままたとで、サミットしてみましょう。そうしますと元の画面に戻っていただきまして書いてますね G751699 ドルになってますとこれをじゃあクリックしてみますと増えてますねこんな形になりますこの場合だと金額が高いので1個このキャピタルアップルーバルってうもう1つのプロセスを挟んでシナリオ回してくださいということができます なので、次のステージ行って、必ずここで確認をして、キャピタルアップルをもらってから、次のステージ行ってください。というような、一通りの操作ができるようになっているような形になっております。で少しこの仕組みもうちょっとご紹介しますと、今、ここ1分とか見えてるかと思います。これ何かと言いますと、このプロセスで今、どれくらい滞在してますかということを計測してくれてるんですね。で例えば、じゃあ、ここ、テストでオーダー ID 入れてみましょう。入れてみて、 終了という,ふうにします。そうすると、ここで1分未満で完了って、また時間が出ると思うんですけども、このプロセス完了するのにどれぐらい時間かかりましたよっていうのをまた計測してくれてるんですね。なので、この仕組みを使ってプロセスを回していきますと。そうするとですね、どんどんそのデータがまっていくんですね。なので、後からそのデータを分析をかけると、どのプロセスでどれぐらい無駄が多いかとか、どのステージでどれぐらい 処理に時間がかかってるかっていったような分析を行うことができます。なので、業務プロセスそのものの改善を行うことができるんですね。なので、業務プロセスフローですね。仕組みとして、まず抜け漏れを防ぐっていうような効果もございますし、あとからプロセス改善の評価に対しても使うというような新たな使い方だったりもできるようになっております。で、それ以外にもどういった恩恵があるかっていう部分なんですけども、ここも一つ、モデル駆動という意味になっておりまして、 ちょっと見てみましょう。こちらのデバイスオーダーのエンティティ見ていくと、このリレーションシップ見てみると、実はですね、さまざまなリレーションシップをあらかじめ貼ってあるんですね。なので、このデバイスオーダーと、このユーザーエンティティっていったものは、実はあらかじめ紐付けが行ってあるんですよと。この所有者というような概念でリレーションシップが貼ってありますので、実はここに表示されているのはこのユーザーエンティティの情報なんですね。なので、これ、所有者を開いてあげますと、クリックしただけで、 こういったような画面遷移も作ってくれと。これ、これまでのステップで一回もこんな画面遷移作ってないですよね。ただし、もともとここでリレーションシップを設定してあるので、この画面遷移はもう必要だよねという形で、モデルクド型アプリが勝手に作ってくれてるんですね。なので、ユーザーの情報というものがずらっと見えてますと。で、ユーザーのフォームも私はあらかじめ作ってないんですけども、実はこのフォームっていうのは、このユーザーエンティティの中で既に作ってあるようなイメージです。 ユーザーエンティティの中のフォームを見に行くと、こういったようなフォームっていうのも実はもう用意されてるんですね。それを表示してあげてるだけというような形になってます。なので、さらにじゃあ、この増田さんに関連しているレコードってのを見に行きますと、他の関連している情報とか、どんどん表示されていくので、どん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 アプリの規模が大きくなればなるほど、このモデルの方に作り込みをしてあげるっていうのはメリットができるような形ですね。なので、今回はですね、こ ここのデバイスオーダーしか使ってないんですけども他のエンティティをまた追加してあげることによってそこの中に入ってるフォームだったりビューだったりってものをまた再利用することができますし逆に他のアプリからこのデバイスオーダーをもし追加された場合には今回作ったフォームだったりビューだったりはそのまま再利用されるんですねなのでどん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 再利用してあげることによってアプリの品質を保つこともできますし非常にスピーディーなアプリ開発ってものを行うことができるようになっております でその他にも少しあのモデル駆動型アプリの嬉しい機能をちょっとご紹介しますと、例えばですね、このプロセスも複数持たせることができます。今回は一つしか用意してないので、このプロセス一個しかないんですけど、プロセスの切り替えという形で新たなプロセスにこのフローを変えてあげたりとかですね。あとはこのタイミングで例えばパワーオートメイトでワークフローを用意しておいて、例えばメールでフォローアップを行いますとか、 何かワークフローを呼び出しますとかっていったようなことをこの中で呼び出したりすることも可能です。他にも、例えばワードテンプレートというものを作っておくことによって、何か差し込み印刷みたいな、この内容をテンプレートに入れて、例えば請求書の発行を行うとか、作業報告書のを自動生成しますよみたいなことも、あらかじめもう機能として入っております。ここに全くコーディングの必要はございません。 であとはここに入っているデータをあらかじめ Excel のテンプレート、こちらは Word でなくて Excel ですね。テンプレートを用意しておいて、定型レポートに対して差し込みを行ったりとかですね。あとはデータは Excel にまるっとエクスポートするとかっていったこともできます。で、逆にですね、Excel でデータを作っておいて、そのデータをまるっとこの中にインポートするっていうこともできるわけです。なので、先ほどまでは個別でですね、こういった形で申請を行ったかと思うんですけども、例えばじゃあ100台。 発注が必要ですとかなった場合には、Excel でまとめて書いて入れて、ここにバルクで入れてもらうとかといったこともできます。あと地味に嬉しいのは、この Excel オンラインで開くという機能がございまして、これ使ってあげますと、 実はコモンデータサービスの内容ですね。この Excel 上にインターフェースを表示してあげることができるんです。なので、ここで直接編集を行って、データベースの書き換えだったり行ったりすることができます。なので、Excel で編集したものをぺたっとここに貼り付けて、データベースに書き込むとか、いうことができますので、システムとしてはちゃんとデータ化されるんですけども、今までの Excel の使い勝手を残して使ってあげるよみたいなこともできるの一つこれ、モデル駆動型アプリ、そして Microsoft 製品ならではの親和性の部分かなと思います。 では、今回はい、ではこちらをもちましていったモデル駆動型アプリ編は終了となります。少しおさらいをしますと、モデル駆動型アプリでは、こういったまずアプリデザイナーを使って、この画面の構成だったりを作っていました。ここのエリアの部分だったりですとか、ここのグループだったり、サブエリアと呼ばれる部分を構成しました。そしてエンティティに対して、個別でフォームであったり、ビューだったりをカスタマイズしていくことによって、こちらの画面のカスタマイズを行っていきました。 加えて、こういったような形で業務プロセスフローを作ってあげて、モデル駆動型アプリの中で必ずステージにおいてやらなきゃいけないことを明確にして、ミスなく、漏れなく業務を遂行できるような仕組みを作ってみたようなことをやってみました。 そして、モデル駆動型アプリの中には、例えば、ワードテンプレートの出力機能だったり、Excel テンプレートの出力機能、Excel で直接編集をしたり、インポートを行ったりですとか、パワーオートメイトを呼び出したりとか、といったような様々な機能があることもご紹介しました。次回の動画は、このアップイヤーでアットホーム最後の章になります、パワーオートメイト編になります。パワーオートメイト編では、実際にこの申請に対して、上長に対して承認をもらいます、といったようなワークフローを作ってあげて、最後一通りですね、 申請、承認、そしてバックオフィスでの調達プロセス、発注プロセスといったものを最後まで完成させて、一通りのビジネスプロセスが Power Apps、Power Automate、そしてモデル駆動型アプリ、キャンバスアプリ、コモンズサービスを使ってデジタル化できる部分というものを見ていきたいと思います。それでは次回の動画もお楽しみにしてください。